間リクエスト。それでは大ヒャップをどうぞ。今週はチームに加わったポイントカードブロックギリスピーを特集します。背番号44ブロックギリスピー29歳、ポジションはポイントガードです。これまでスペインやドイツなどでレベルの高いリーグを渡り歩いたほか、世界最高峰のバスケットボールリーグ NBA でのプレー経験もあります。 Like physically or just everything?Everything, probably. I mean, physically, it would be my speed and my ability to create for other people, pass, make other players around me better. ギリスピーの持ち味はドリブルでディフェンスを引きつけ、ローマークへの味方へ。この日の紅白戦でもドリブルから味方へパス。ドリブルから味方へパス。ドリブルからパス。自ら得点を取りに行くガード、水戸と情報とは違ったポイントガードです。まだチームに合流して間もないこともあって、息が合わない場面も見られましたが、それも時間の問題のようです。指揮官でもあるポイントガード、シモジヘッドコーチはギリスピーのこれまでの経験とパスセンスに期待を寄せます。まあそうですね、彼上手なので、人を生かすパスもうまいし、でシュートもあるので、だからちょっとコントロールできなくなった時に、やっぱ彼がそう、ゲームをコントロールしてくれたらありがたいなと、そういう知識あると思います、はい、彼は、はい、ミトモジョーもいい刺激になってるんで、はい、Yeah, I mean, we're a good team from what I see. We obviously have some room to make improvements and adjustments, but as long as you keep getting better, you know, you want to be at your peak at the end of the season. So we have some improvements to make, but we have a good foundation from what I see. グラウジーズは今後、西地区の強豪との対戦が続きます。水戸、情報にギリスピーを加えた3本の矢が、チームに勝利を導きます。それでは滋賀県で行われた滋賀レイクスターズとのアウェー戦の試合結果です。18日は73対75でグラウジーズが惜しくも敗れました。古巣との対戦となった情報は23得点をマーク、サーシーが16得点17リバウンドで活躍しましたが、試合終了間際に滋賀にシュートを決められてしまいました。翌19日は100対65でブラウジーズが快勝しました。前半を7点リードとして、後半ブラウン、ハーパーといった外国人選手、さらに前日不調だった水戸が活躍しました。ターナーも16リバウンドとハッスルしました。またデビュー戦となったギリスピーは10得点をマークしています。2月19日の試合が終わっての BJ リーグの順位表です。グラウジーズは17勝15敗で東地区3位、東地区の首位は浜松、西地区の首位は沖縄に変わりありません。グラウジーズは次の試合もアウェー戦です。相手は東地区7位の信州ブレイブウォリアーズ。次こそは連勝してもらいましょう。続いてはサッカー J2 カターレ富山です。カターレの新入団選手紹介、今週は後編としてミッドフィルダーの3人を紹介します。カターレ、得点につながる仕事ができる選手を要望しました。得点力アップを重点として、カターレが今年獲得した5人の選手のうち、ミッドフィルダーは3人です。京都サンガ FC から完全移籍した加藤光健22歳、
サガン鳥栖から完全移籍した山瀬幸弘27歳。そして練習生からチャンスをつかみ取った地元出身の明道和也25歳。先週紹介した西川、木村といったフォワード陣と同様に3人は高い得点意識を持ちます。得点力不足解消のために加入した3人が通算得点リーグムーディの36点という昨シーズンの汚名を晴らします。カタールに移籍してから初めての試合がルスとの対決となった加藤、京都サンガ FC とのトレーニングマッチをこう振り返ります。まあ、京都、自分がいたチームは言うのは変ですけど、すごくいいチームなんで、その中でどれだけできるかとか、まあ、それとまあずっと一緒に仲間なんで、ね、どう出てくるかっていうのが分かる分、ノルマが溜まってたのかなって。先発した45分間、加藤は攻撃の起点となりました。やっぱり中盤やってる以上、そこを経由してサッカーができて、そういうところで、まあ、僕自身は自分で良さを与えると思ってるので、ね。パサーとしての自負は京都時代に大木監督の下で培われたものです。その大木監督にコーチとして仕えた安間監督の下で加藤は今年さらなるステップアップを目指します。まあ、個人として京都で4年間やってある意味継続的なチームでね、まあ、大木さん安間さんというつながりもあったんですけど、できればそういう自分のスタイルに合ったチームでなるのを伸ばしていけるチームって考えたときに、まあ、安間さんの変化がすごく大きかったですね。まあ、こんなこと言うのも変ですけど、点取って僕たちでだってヒーローインタビュー受けてっていうことよりは、なんか陰でチームを支えられるような存在になりたいというか、なので、まあ、ゴールを決めて喜ぶっていうのはもちろんですけど、パスに魅力を感じてサッカーをするので、まあ、うまくチームにないところをやっていけたかなと思います。加藤と共にピッチに立った山瀬はこの試合で何度もサイドを崩しにかかりました。ああ、ドリブルもあるんで、はい、もちろん、はい、そういうつもりもありますちょっと。この試合では見ることができませんでしたが、山瀬にはミドルシュートという武器もあります。これともに点を取ろうという気持ちありますけど、まあ、そんな場面があったら。6年間過ごした J1 横浜 F ・マリノスから2009年 J2 サガン鳥栖に移籍。去年は怪我に泣かされましたが、天皇杯ではカタールからも得点を奪っています。十分な実績を誇る山瀬はプロ10年目を迎えるカタールで果たすべき仕事をこう語りました。やっぱ攻撃的なところで、そういう意味で補強されたと思いますし、そうですね、得点とか得点の1個前とかポジション的にもそういうことだと思います。富山県出身の明道は2009年に入団した J1 アルビレックス新潟からプロとしてのキャリアをスタートさせました。2011年にはタイのプレミアリーグに所属するパタヤユナイテッドに完全移籍、そして今年地元のカタールに帰ってきたのです。そうですね、やっぱり地元でできるってことはすごくありがたかったですし、やっぱり練習の選手から見てもらって帰るっていうのはやっぱりスタッフとかまた、ね、関わってくれた人だと思いますので、すごくやっぱりここでなんかやってやろうっていう気持ちはすごいありますね。地元出身選手としてサポーターの期待を受ける彼の今年の目標は至ってシンプルです。まあ、攻撃に関してやっぱりスピードに関して最後突破したりとか、僕自身プロになってからまだゴールを決めてないんで、プロ初ゴールを決めたいなっていうふうには思ってます。いつ頃決まるんですか？いつ頃ですか？そうですね、いつ頃、まあ、早い段階に、はい、できれば、はい。昨シーズンからのメンバーとの組み合わせでどんな化学反応が起きるのか。J2 の開幕は3月4日、カタールはバジアーノ岡山とのアウェー戦から2012シーズンをスタートさせます。
痛め全治およそ4週間、開幕戦には間に合わないことが分かっています。一日も早い戦線復帰に期待しましょう。最後はプロ野球 BC リーグ富山サンダーバーズです。今週はシーズンオフの間、働きながらトレーニングに励む選手たちを紹介します。今回お邪魔したのは球団のスポンサー企業である三協立山アルミの新湊工場です。働いているのはこの2人です。ユニフォームを作業着に着替え、真剣に働いているのはキャッチャー太陽、そしてピッチャー元気。2人は去年の11月から三協立山アルミ新湊工場に勤めています。BC リーグではキャリアサポート制度としてシーズンオフの間に働く場を提供しています。選手は紹介された企業などで働くことで収入を得ながら並行してトレーニングを続けるのです。太陽がこちらでお世話になるのは去年に続いて2年目。作業着を真っ黒にしてビル用サッシの組み立てを任されています。直属の上司大井さんに2人の働きぶりを伺いました。太陽君についてはキャッチャーということもあり、周りを見ながらの仕事、そういうところに優れているかなと。リンクについては与えた仕事をひたすら真面目に取り組んでもらっています。オフシーズンの間、2人の監督だった大井さん、実は進藤監督と縁の深い方でした。高校時代の同級生になります。太陽君と元気君には日々言ってるんですけども、最終的に、進藤監督を胴上げするよう、期待しています。大井さんから進藤監督についていろいろ聞いたという元気、こんな話を聞かせてくれました。学生時代バイトしてたらしいです。何のバイトしたら、花屋さんです。2人とも職場では可愛がられているようです。仕事が終わるのは午後6時。ここからは野球選手に戻ります。この日は立山球場屋内グラウンドでトレーニング。杉山投手、由利投手と合同で2時間汗を流しました。2人の仕事は2月10日付で終了しました。そしてシーズン開幕に向けて本格的な自主トレーニングが始まります。お世話になった三協立山アルミに恩返しするためにも2人は奮起を誓います。月曜から週末までみっちり働いて、その貴重な休みを球場まで足を運んで見てきてくれてるんで、その無様な姿は絶対見せれないなっていうのはやっぱり今回働かせてもらって感じました。やっぱり仕事をやってて大変な、仕事ってのは大変なので、やっぱその中で野球だけやらせてもらってお金をいただいてっていうのはやっぱりすごい幸せなことだなと改めて感じます。自分のプレーを全力でやるっていうことをお客さんに見てもらいたいですね。サンダーバーズは3月上旬から合同練習を開始します。こちらも慌ただしくなってきました。いよいよシーズン到来、春はすぐそこですよ。それでは今週のテキスポはここまで。